次もね、あのね、マイケル・ジャクソンの名曲をね、多分聞いたら分かると思います。ちょっとアレンジしてます、なんちゃってで。ではちょっとやってみたいと思いますが、
それでこうアレンジして遊んでて、ね、ほんまの中もいろいろジャンルの専門家だからしたらね、もうなんかもう批判を受けても知らないようなアレンジしてますけど、まあこんなんもありかなということで。あ、そうですね、それがうちのスタイルか。うちはまあそのね、あのロックをベースにね、あの昔の洋楽をね、あの3ピースでちょっとアレンジしていこうかという、その無謀な挑戦をしてまして、大編成の曲でもこう3人でどんだけできるのかなっていうのを追求してるバンドで、あのいつもあのメンバーからはもう無謀や無謀や言いながら非難ゴーゴーを受けながらやっております。で、あのまた Facebook とかでね、あの堀本優子で検索していただけましたがね、また原派 の友達なんていただきまして、あのFacebook でいろいろ告知しておりますので、もしまた見かけたらね、ぜひ聞いていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。